はい、あんたにも、あんたにも。あんたはすっごくちっちゃいから、特別にいっぱいあげる。終わった。これでよし。あとはこの子たちが大きくなるのを待つだけ。ああ、わかった。これって間違いなくいい結果だよね。ねえ父ちゃん、父ちゃんにいいニュースだよ。まだまだ続くよ。ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。それじゃあやるわよ。まずは特別放送。さあ出発。11月3日祝日朝7時30分からマペットベビー新エピソード連続放送。こんなウキウキなの初めて。もうどうし。11月6日日曜日昼2時からカンフーパンダ運命の連続放送。わお、ついに最終エピソード。自由だ。そして映画は必ずお届け。11月3日祝日昼2時30分コウノトリ大作戦。ビックレコいたよ。ニューヨークを救うんだ。11月4日金曜日夜8時、ミュータントタートルズ TMNT。 あなたがいる。11月6日日曜日夜8時、リトルプリンス星の王子様と私。見て。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ニャウニャウ。デニスとニャニャ殿。ペットの猫ニャニャ殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェイ、広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がにゃんでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。新番組の短編アニメーションデニスと俺様、11月6日日曜日夜7時30分から先行放送。ディズニーチャンネルムービー。ただの豆でしょ。絶対に水に濡らすな。天まで伸びた豆の先には巨人だ。限界を手に入れろ。迫り来る巨人から王国を守れ。ジャベル捕まって。初放送ジャックと天空の巨人、11月5日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。幽霊が現れる時、俺に任せろ。待っててね、今行くから。さあ始めよう。輝くパワーのヒーロー現る。フューリークラッシュ。ミスターゴーストフォース。ゴーストフォースが助けに来てくれたわ。気をつけてね。ドラゴイル。ブーヤー。ゴーストフォース、月曜日夕方5時、ディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイムで。またまた始まるよ。ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。パパ、おじいちゃん。おー、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引っ越し。体のこと考えて、おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん、おひさん、孫のアリスや、うわご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンのうちは超大変。新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は竹か笹はないんですか。ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白クマカフェ、月曜日から木曜日夜9時30分、ディズニーチャンネル。気になるのは友達のこと、宿題のこと、マリネットならできる、家族のこと、なんて声かけたらいいと思う、男の子のこと、それからその全てを守ること。変身いくよ。パリの大空に正義の花が舞う。僕が間に合って助かったんじゃない。一人でも平気なのに。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、平日夕方6時、ディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイムで。母ちゃん
グリーン家の大都会ライフは母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッと来たエレベーターだよ。ますますはちゃめちゃで、イエーイ、最高、ますます驚きがいっぱい。サプライズ、愛してるよみんな。ビッグシティグリーン、平日毎日夕方4時ディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイムで。またまた始まるよビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。